こんばんは、平井弘明です。今回はですね、〇〇シリーズ第4弾ということで、〇〇すると当たりませんっていうのをやりたいと思います。その〇〇がですね、下半身リードすると当たりませんっていう動画をやっていきたいと思います。トール君がですね、なんで下半身リードするのっていう、僕も同じ意見なんです。平井弘明のワンナップゴルフ。ただ下半身リードって言っても、下半身がずっとこうやってリードしてるわけではないっていうことをまず理解していただきたいのと、下半身リードってこれだけですよってことなんですよ。ちょっとトル君、これ映ってる？右膝、はい、バックスイング上げました。下半身リードするよ。いい、いい、これだけ。これ分かんない、このカメラ分かんない。じゃあもうちょっと高性能のカメラ買わないといけないね。あと後ろ白くしないとダメ。どこの方が分かりやすいかな。構えて、近くで撮れるのかな。あ、そうか、下半身リードするね、うん、左膝見ててね、うん、バックスイング上げ終わりました。これここから下半身リードで下ろします。これ、うん、そうで、こっからもうこうやったの忘れて、これが普通の状態だと思って、こっからずっとこうやって回れば、ずっと下半身リードでこうやってインパクト迎えられる、うんうんうん、そう、これが下半身リードなんだけど、全然リードっていうかちょっとなんだね。そうで、勘違い下半身リードはベルト。はいはい。上げ終わりました。こっから勘違い下半身リードいくよ、うん、こう、これが良くない下半身リード、はいはい、そう、これになっちゃうと下半身リードの意味がなくなっちゃう。でも最初の膝のやつもさ、やろうと思ったらさ、うん、ダメだもんね。ダメだなぁ。やろうと思っちゃうと思う、割りすぎちゃう、こうやって、うん、割っちゃダメなんだよね、うん、とさらに詳しく言うと、うん、バックスイング上げて、うん、ここの股関節にこうやってきっかけしてるだけだから、うん、本当はここじゃないのよ。あ、本当はそこじゃないの、ね、そう。じゃあそれ動かしたらもうダメじゃん。ダメよ。俺でもあんまり言いたくないんだよ俺。こうやって通るでしょ、うん、でバックスイング上げるじゃない、うん、こっから、うん、今ここの股関節に入ってるじゃない、それをこっちの股関節にスイッチするじゃない、うん、の時にこうやってきっかけを作るから、こうやって膝が割れるだけで、動いちゃうだけね、そうそう、それを言ってるだけ。だから膝を動かそうとは全く思ってないわけだ。うん、ゼロ、全く思ってない。ゼロ、膝ゼロ、膝ゼロ、膝ゼロ理論。そう、何でもゼロつけるそう、だからそう、ここに入れて、うん、バックスイングはこうやって割れないから、このままこうやって我慢するじゃない、うん、でも今度切り返しで左行くから、左行く時は多少なりとも左にこうやってモーションかけるじゃない、その時にここにこうやってきっかけ作るから、こうやってなるだけなの、うんうんうん、それが下半身リード。あー、そう、だからカメラで撮れなかったら悪いんだけど、こうやって上げるじゃない、うん、でよーく見せる下半身、これも下半身リードだから、もうリードしてるでしょ、こっち動いてないんだから、うんうん、そう、だからそういうへりくつを勉強するとゴルフが上手くなる。だから完全にっていうのがリードじゃなくて、これ同時じゃない、うん、これ下半身リードだから、はいはいはい、そう、ちょっと先に動く、そう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 、きっかけだけだから。なるほどね。そう、リードしきったらダメだからね。だから下半身リードっていう言葉がなくなりんだよ。下半身きっかけ、そう、それが一番いい。それ提唱していきましょう。 OK、 トップ作ってクッてなったらもう同時でいいんだよ。そうしたら立派な下半身リードで、これだけバランス良くなるわけよ。そう、それだけで全然すごくスイングのバランス取れたスイングができるから、うん、下半身きっかけだから、本当にここにスイッチするためにこうやって入れるだけのこの動きだから、うん、いや、股関節使えないんだったら下半身リードしない方が、しようとしない方がいいわけだ。本当に今度俺の代わりにレッスンした方がいい、トル君。そうだね、うん、トル君できない。そう、いや本当そう、股関節にこう入れ替えをしないだったら、できないんだったらやらない方がいい、ね、そう、下半身をリードして使わない方がいい。 そう、それこそクラブと上半身で打つ動作を十分にこうボールに伝えてあげれば、それだけでいいショット出るから。よくなかなか股関節の入れ替えできるようになんないでしょ。相当練習しないと。そうだよね、難しい。プロがやること。そうだから、股関節のこの入れ替えが得意だよっていう人ってなかなか
普段やらないから。やらないから得意だよ。でしょ。だってやんないもん。そう。でしょ、うん、こうやってこうやって入れ替えないじゃん。こうやって。こうやって。こうやって。股関節の入れ替えがもっと分かりやすくやりたい方におすすめなのがワイドスタンス。ワイドスタンスやったら、ねじっただけで入るから、勝手に。そう、前傾して、こうやって、上半身をこうやって左右にねじるじゃん。したら勝手に入るから。うんうん、この感覚、わかる。その感覚だけ、こうやって、こうやってやったら勝手に入ってるじゃん。そう。骨盤立てて、右と左にこうやってねじったら、股関節にこうやってスイッチ勝手にできるから。そう、それで、その感覚で徐々にこうやってスタンス狭くしていって、この状態でこうやってやってあげられれば、入れられる。そう。だから入れられる感覚を出したいんだったらワイドスタンス、うん、あれでもちょっと待って、これあれだ、下半身リードすると当たんない動画だった、やっべえね当たんない理由言ってた、そうだから、その下半身リードをしてしまうと、し続けることだよね、良くないのは、うん、そうだ、それは本当に当たんなくなるから、うん、きっかけだけ作ってあげた方がいいっていう、左腕もそうよ。その下ろすときに、右腕から下ろさないんだったら、左腕からもちろん下ろしてるんでしょうけど、そのときに、ずっと左手でこうやって下ろしてたら、もう、クラブが帰らないじゃない？そう、だからきっかけだけ、クッて作ってあげるだけの左手。そう。それと一緒よね。だから下半身も回し続けるんじゃなくて、こう、クッてこう、きっかけを作ってあげられたら、それだけで十分。回し続けると何だとんないの？クラブがね、戻ってこないのよ。そう、置いてけぼりになるやつ、置いてけぼり、俗に言う、こう振り遅れ、だからもうこうやってなるから、なるやつ、なる、それがね9割10割そうだね、だから振り遅れない状況を作るために下半身リードしてるんだったら余計良くないじゃない、だから遅れないために腰を切るんだけども間に合わせなきゃいけないから、リードし続けたらそれがリードできないままフィニッシュ取っちゃうから、それが良くないから、そう、きっかけだけ作って終わりの方がいい、回すっていう意識はあんまりなくていいよね、うん、上につられて下が腰がついてくるぐらいで十分だから、グーンとかバックスイング、グーンとかっていうのはいらない、大事なのはそこではないっていうことが、まあ、ほぼほぼ間違いないから、だからクラブと上半身がどういういい動きをしてるかが最も大事で、それができて下だから、ここ先じゃない、そこも下半身リードではない、上半身リードだから、理論と動きもね、上ができてクラブが動けて初めて次にここを使っていいですよっていうことだから、まずは腰とかじゃない、そう、それちょっと注意していただきたい本当のポイントになりますんで、本当にクラブと上半身の動きがどう動いてるかっていうのが大事になってきます。今回はですね、〇〇シリーズ第4弾ということで、下半身をリードしすぎてしまうと当たらなくなりますという動画を撮ってきました。気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。